さん、うん、来てください。うん、看板なんで。あ、ごめんなさいね、はい、寝ちゃったよ、はい、ちょっと飲みすぎた ねごめんね、遅くまでね。はい、お願いします。あ、じゃあ帰る帰る帰る、はい、ああ、うん。お客さん、うん、お客さん、ああ看板なんでお願いします。はい、行けない行けない。いや、お願いしますね。ちょっと飲みすぎちゃったね。いや、今日ちょっとね、会社でさ、嫌なことあってさ、もう。お客さん、看板なんでお願いします。無呼吸だと思ったよ、びっくりした。お願いしますね。あ、看板、あ、じゃ、看板ね、はい、看板です。ごめんごめん、はい、あ、じゃあそろそろ帰んないと。あー、ちっしょ、飲みすぎた。おー、うわうわ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ね、ちょっと、あ、寝汗かいたか、俺。ごめんね、ごめんね。お願いしますね。いくらですかね。3500円になりますね。3500円になります。3500円ね。はい、お願いします。領収書はいらないから。わかりました。お客さん、え、3500円です。分かってる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 、はい、お願いしますね。どうも、今日ごめんね、遅くまで飲んだってごめんね。いやいや、とんでもないです。目覚めたよ。はい、あー、つや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 。いくら、いくらだっけ。3500円です。3500円で、はい、もう完全目覚めたから。はい、じゃあこれ1万円でお願いします。ありがとうございました。あー、あー、汗かいたような、なんか頭ガンガンすんな、これ使いより前に。あ、ちょっと、小上さん、あの、お釣りお釣り。3500円ドルは6000ドル、ほら、お釣りくんないと。ちょっと小上さん、おいが、丈夫な肌してんだよ。おい、電話だよ。いないのか、誰も。はい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 。もしもし、志村ですけど。もしもし。もしもし。もしもし。ね、うん、分かった、うん、すぐ行く行く、うん、はい、よいしょ。あれ、手元ないぞ。こうなったのかい。もしもし、もしもし。あ、もしもし。あ、はい、あ、母ですか。外出してるんですよ。はい、あ、すいません。はい、失礼します。はあ、大丈夫。もしもし、もしもし、もしもし。行く、うん、はいはいはい。
そういうこと？これになったのかい。前からそうじゃないかと思ったんだよな。形が似てるから。そうかそうか。はいはい。もしもし。もしもし。どうなんだろう。もしもし。お母さん。あのね、なんか お父さんがおかしいことしてる。気持ち悪いの。もしもし。もしもし。あ、俺一人だよ。私のこと覚えてる？覚えてるさ、覚えてるさ。じゃあ名前言ってみて。あれだろ、めぐみだろ。違う。あ、かずこだっけ？違う。なんかゆうか。あ、そうそうそう、ゆうか。ねえ、今からあなたの部屋行ってもいい？いや、俺の部屋いいけど汚れてんだよな。じゃあ私がお部屋掃除してあげる。あ、本当？じゃあ行こうかな。よかった。嬉しい。私のこと愛してる？うんうんうん。じゃあ愛してるって言って。こんなとこで言うの？言って。あ、愛してるよ。もっと大きな声で言って。愛してるっての。聞こえない。愛してるよ。この顔で言うか。おい、あるじゃない。お、本当に言うか。今から行くね。うん、じゃあ待っててね。じゃあね。ええよ。おめえなんか知らねえよ俺は。みんなご飯よ。お腹すいた。飯か。今日はいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。あー、おかずいた。唐揚げじゃん。おいしい。あ、これ全然もう勉強全然そうなんだ。難しいよね。あのね、あのね、アベがムカつく。うん、ムカつくよね。どうしたの、お父さん。おいしい。いや、おいしくない。いや、そうじゃないんだ。なんか胸が苦しいんだ。え、具合悪いの？いや、病気じゃないと思うんだけど、なんかこう胸がこう締め付けられて苦しくてな、なんか物がこう入っていかないんだな。いいかしら。あ、私のマージャン。ちょっとやめてよ。ギスギスで取れないじゃんか。お前の胸ちっちゃいな。最低。まあ、よくそれ物を食えるな。お前それで考えた目にほっといて。胸がキュッてね、すぐ締め付けられて苦しいぞお前の。もういいもん。最低。さあさあ、こうさあ。どうしたの？やっぱり食欲がないんだ。病気しろ。いや、病気じゃないと思う。なんかこの腰がキューッと締めつけられて、物が喉が入ってかねえな。うん、何だろう。腰がキューッと締めつけられて、なんかあの食欲がない。私のパンツ。やだ。お前これ匂いするぞ。
見えないと思う。はい、はいよ。どうしました、おじいちゃん。俺は腹減っただけど、飯はまだかな。おじいちゃん、ご飯はさっき食べたでしょ。俺、飯食ったかい。うん、食べましたよ。飯食ったのか、あ、そっかい。あれ、あの、ばあさんの姿見えないけど、ばあさんどこ行っただや。おじいちゃん、うん、おばあちゃんは3年前に亡くなったでしょ。ばあさん死んだ。そう、3年前死んだの。亡くなったのよ。あ、そりゃ姿見えねえな。起きないでくださいよ、おじいちゃん。俺は今年でいくつになっただや。おじいちゃんは77でしょ、うん、77か。そう。ああ、飯食った俺。そうですよ。ばあさん死んだ。俺77、77か。縁起はいいな、でもな。あの、腹減っただけど、飯はまだかな。おじいちゃん、ご飯さっき食べたでしょ。俺、飯食ったの。うん、食べましたよ。あ、そうか、そうか、飯食ったのか。あの、ばあさんの姿見えねえけど、ばあさんどこ行ったんだや。おばあちゃんは亡くなったんですよ、3年前に。あ、3年前死んだの。ええー、あ、そう、死んだのか、はい、そうか、そうか。あたしは今年いくつになったんだや。おじいちゃんは88ですよ。88になったの。88になりましたよ。88か。もうボケないでくださいよ、おじいちゃん。俺は飯食っただな。食べました。ばあさん死んだ。ねえ、 88？ うん。88か。あ、ちょっと老けたな、88。はい、はい、はい、やっぱりあんたが腹減っただけど、飯はまだかな。おじいちゃん、ご飯食べたの。俺食ったの、飯。さっき食べたでしょ。あ、そうかい、うん。あれ、ばあさんの姿見えねえけど。おばあちゃんはね、死んだの、うん、3年前に。あ、死んだの。うん、死んだの。あ、そうか、俺は今年いくつになったんだや。おじいちゃんは90。ああ、そうか、90になったのよ。負けないでね、おじいちゃん。ただいま。ああ、どうもどうも。渡辺直樹さん、お留守番ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。これ、お土産。うわー、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございますね。じゃあ私はこれで。はい、どうもありがとうございました。また呼んでくださいね。すごいね、うん、あ、おじいちゃん、うん、ただいま。ただいま。今の人誰だ、あれ。俺はお隣の奥さんでしょう、うん、お隣の奥さん、うん、あ、そうかい、うん、俺はあの、腹減ったけど、飯はまだかな。おじいちゃん、俺食べてるじゃない、飯。食べてるじゃん。ボケないでくださいね。いや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 、あの、ばあさんの姿見えないけど、ばあさんどこ行ったんだよ。ばあさん今歌舞伎座に芝居見に行ってるでしょ。死んでねえよな。死んでないっすよ。なあ、そうだよな、おかしいと思ったよな。俺、俺はいくつだ、今年で、いくつだよ。え、70歳でしょ。70だよな、俺は90じゃねえよな。あの野郎、頭きたきそう。いくら、いくらだっけ。3500円です。3500円ね、3500円。あれ、2000円しかねえじゃん。俺2000円しか入ってねえじゃん。足りないですね。お客さん、2000円しかないよね。足りないですよね。うん、ちょっと待って、あのカードでもいいんですけれど。あ、そうだ、あ、リハーサルで。ごめんなさい。最初からかよ。